はい、今日のメニューはじゃーん、こちらうなぎです。今日ね、土用丑の日なので、うなぎとあとね、しじみの味噌汁にしてみました。そしてししとうの焼いたのと、あとね、つるむらさきにこれね、梅肉のドレッシングかけてみました。あとぬか漬けですね。でこれは、大葉なんですけれども、ちょっとね、内容味変してもいいかなと思ってます。こんなメニューになります。こんにちは、けいけいです。改めまして、ね、今日は土用丑の日ということで、うなぎです。 TK うなぎですよ。はい、はい、いいですね。TK 大好きだもんね。はい、はい、うなぎをちょっと奮発してみました。そしてね、もう一つお楽しみが、じゃーん、こちら、この間、先日お友達にいただきました、夏の冷酒でございます。龍神ってね、かっこいいでしょ、ね。ちょっとこのうなぎに合わせていただきたいと思います。まずはこちらから。かっこいいですね、龍。ワインのスクリューかと思った。違いましたね。ちょっと、入れてみます。すごいフルーティーで飲みやすいです。美味しいです。じゃあですね、もう早速うなぎからいきたいと思います。はい、うなぎにはやっぱしじみ汁ですよね。しじみにあんまりね、使わないんですけど、今日しじみ汁にしてみました。見えます？はい、うん、すごい、もう本当にしじみとお水だけなんですけど、いいお出汁出てますね。ちょっとね、ネギとお味噌入れただけです。美味しいです。ではうなぎ、今日はね、静岡県産にしました。うちの方のスーパーだと大体国産は鹿児島か静岡が売ってるんですよ。でね、ちょっと私地元静岡なんで、静岡さんにしてみました。で今日はですね、蒲焼きになったの買ってきて、フライパンに、お酒と一緒に入れて、で蓋をしてね、 2,3 分蒸して、で、あとね、タレを入れて、もう一回蒸すっていう感じですね。で、タレは、なんかいろいろ入ってる場合は使わないんですけど、今日ね、お砂糖とみりんと醤油っていうタレがついてたので、それを入れてみました。私ね、山椒も大好きなんですけど、まずこれだけで。いただきまーす。うん。うん。うん。おいしい、おいしい、うん、おいしいですね。うなぎね、大好きなんだけど、そんなに年間食べないんですけど、結構ね、たくさんだとね、お店のだと結構食べきれないので、お家でね、1秒2人でぐらいでね、結構ちょうどいいかなって私は思いますね。うん、いいですね。あとでまたね、山椒とか、あとね、わさびとかしそとかでね、食べてみたいと思います。はい、じゃあ TK も食べましょう。じゃあこの後いただきましょうか、うん、はい、はい、じゃあ最後締めていただいて、はい、では引き続き食べたいと思います。はい、ではいつも、チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日の、動画がいいなと思ったら、ぜひグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録まだの方は、ぜひチャンネル登録もしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。